憲法9条小松菜実行委員会、高田さんお願いします。皆さんこんばんは。今日も雨になりましたね。昨日のあの雨の中の杉屋での集会、本当にすごかったです。今朝のあるメディアの写真を見て私は感動しました。あの豪雨の中、嵐の中、もういても立ってもいられないということで多くの人が杉屋に駆けつけた。国会と神社と両方に分かれて5500人の人々が昨日杉屋に結集した。そして今日またこの雨の中多くの人たちが結集している。私たちは今心から安倍政権に対して怒りを感じているんだと思います。思いは全く同じだと思います。安倍首相はこの戦争法制を国会で多数を取ったからといって何でもやってもいいかのような政治をやってる。あの人の総選挙で手に入れた時のあの選挙公約にこの集団的自衛権はどこに書いてあったのか、虫眼鏡で探さなければわからないような百数十項目の項目の中の一番後ろの方にこっそりと書いてあっただけだ。そして安倍首相は全国で百何十回演説したという中で集団的自衛権に触れたのはほんの20回ぐらい。ほとんど有権者に対してはこの問題は訴えていない。アベノミクスだとかなんとかこういうことを言って狡猾に手に入れたこの議席で好き勝手に戦争法をやろうとしているなどということを私たちは絶対に許せない。この国の将来を安倍首相の手に委ねることは絶対にできない。今回の自民党の総裁選のざまは何だ。自分たちの党の中で民主的な選挙もできない。女性が輝く社会とか言いながら女性の対立候補をありとあらゆる手を使って引きずり下ろして、そして無投票当選などと言ってのさばる、こんな安倍首相のデタラメなやり方を私たちは絶対に許せない。こんなデタラメが続くことを本当に許せないと思います。皆さん15日に彼らは中央公聴会を入れた。私たちは午後1時からの中央公聴会に対して12時半からこの場で緊急の抗議行動をやります。そしてその後を叩き込みます。ぜひ結集してください。14日最大規模の集会をここで再びやろうと思っています。ぜひ結集してください。来週全力を挙げてお互いに頑張ることで何としてもこの安倍首相を追い詰め、最後の最後まで戦争法案の廃案に向かって進みたいと思います。時間がありませんので最後に私の気持ちだけ言います。今日は家に帰るときにワルシャワ労働家を一度さまおうかなと思ってます。若い人で分からない人もいるかもしれない。でも知ってる人は今日帰りながらタミングでもいいワルシャワ労働家をもう一回歌ってやろうじゃないですか。そしてだんだんこういう歌もあったということを若い人たちにも覚えてもらえたらいいなと思います。皆さん本当に今日はこれを歌って来週いっぱい全力を挙げて頑張りましょう。